こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前漬けた台湾パイナップル酒ですが、漬けてから3年目となりましたので、今日は第6回目の試飲を行っていきたいと思います。では継いでいきます。継げました。液体の色はパイナップルらしい薄い黄色を保っていますね。ほとんどの果実酒は3年も経てば茶色になりますので、かなり珍しい事態です。では飲んでいきます。チーズっぽい味が後まで続く。結論が出ました。こちらの3年目の台湾パイナップル酒、評定は 3.6 ポイントです。3年目の台湾パイナップル酒、端的に言うと1年前と同じ味がしますね。これまでの経過を振り返りますと、最初はパイナップルっぽい味もあったけど、だんだんチーズ、バターなどの乳製品の匂いに侵食されて、去年完全に占拠されたということでした。今はもう本当に乳臭くて、チーズ 60%、バター 20%、ココナッツミルク 20% の配合の結構濃い味がします。瓶の蓋を開けた瞬間からチーズが香るし、チーズ味は飲んだ後も結構後味に残る。チーズをつけたんだっけと勘違いしそうになる仕上がりです。パイナップルっぽい味を含有しているポポーやフェージュアの果実酒の場合は、3年目でも少しはパイナップル香が残ったので、本物のパイナップルの果実酒からは残らず消えてしまったというのは不思議な感じがしますね。あ、でもやはりパイナップル香を含有するあてもやの果実酒からも残らず消えたので、今までの統計で言うと半々ということですね。で、本題の美味しいのか美味しくないのかということですが、まずくはないのですが、フルーティーな果実酒を期待した身からすると肩透かしを食らった感じがあります。でもチーズ味のお酒というのは唯一無二の個性であるかもしれないし、もうちょっと経過を観察してみたくなりました。実物のチーズをお酒につけてもすんなりと味は出なさそうですし、1年間同じ味を保ったことによって少し甘ったるさも軽減しているようです。前回から 0.1 ポイント上昇で 3.6 以上となりましたので、2年後にも試飲の機会があります。それでは今日の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。